スーパーサムソンフミを見るときはみんな部屋を明るくして離れすぎないように近すぎすぎて離れすぎないようにしてみよう。絶対来たっしょ。スパサブソンフミン途中出場のハットトリックライブアップで揃ってるから条件はもう3体のねオベリスクラーオシリスのね召喚条件みたいに揃ってますから、降臨する神が整ってるから条件は。ということで今回もやっていく、ヨーロピアンクラブチャンピオンシップかーい。ということで今回はですね、11回ガチャ引いて当たった選手へ即試合トレンドバージョンやっていくんですが、今週のね大目玉ソンフンミンスーパーサブがね来るかと思いきやですね、まさかのチャンピオンズリーグのトレンドということでね、こちらを題材にしつつエピックもガチャ回しながら10回ガチャ引いていきます。これちょっとね簡単にいろいろ話したいんですけど、まあ、今回ねいつも動画でやってる感じ、木曜日はねこんな感じちょっとゆったりの、いつもだいぶテンポいい感じやってるんで、生放送感覚でね11回ガチャ、そしてゆっくりした動画をねお楽しみいただければと思うんですが、今回がですねこの週刊ガチャがコナミさんのねツイッターの公式から発表されてたんですけど、まあ、これはちょっと育成キャンペーンの話になりますが、来週ね来週来るらしいっす。最近ねちょっと練習してるあの逃走中のナレーションの真似で言うとね、来週だスパサブスパサブソーフミはスーパーサブソーフミは来週だ見つかったのは、いやあんま似てないんだよな、自分で言うのもあんだけどあんま似てないけど頑張りますってことで、今週ですねトレーニングモードめっちゃ来てるんで、これ育成がはかどるね、育成はかどるプラススペシャルログインボーナスで100イフットボールコインもね最大もらえるんで、ここもねぜひ皆さん動画見てる方でイフットボールねまだログインしてないよって方は、試合イベントでしまくればね経験値ももらえますし、トレーニングプログラムももらえるということで、ぜひぜひということでね、今週そう今話したように週刊ガチャがチャンピオンズリーグなので、これをやりながら11回ガチャ引いてね当たった選手をやっていくんですが、だリーグ戦で活躍したね週刊 FP ガチャは来週です、9月の29日公式発表されたので、ね、そこで来るということでね、今回はスパサブソンフンミンを惜しみながらね来週待ち遠しく待ちながらやっていきます。で今週のチャンピオンズリーグガチャなんですけど、当てたい選手がいるんだよね今週も。でちょっとね今日はねガチャも引きながらなんですけど、3日前ぐらいか4日前ぐらいに見た夢の話もしようかなと、森保監督のね夢見たんでちょっとその話もねしていきます。まずねこのチャンピオンズリーグのトレンドなんですけど、一番欲しいのはね、カンセロめっちゃ強いんですよね。これ左サイドバックはね2023アップデコから本適正になってる感じで、両サイドバックできつつ右サイドハーフ、サイドバックの攻撃力は十分すぎる性能を秘めてる選手、ダブルタッチ持ちピンポイントクロスありつつ、あとですねエンドンベレ、この選手がねスーパーサブついてます。これおそらくですねマリーシアなくなりつつなんで、当てたいですねスパサーブのドンベレ、ダブルダッチルーレットにワンパスルーパスとドリブル能力高く、中盤で途中から出したらとんでもない彼ここそうだよねヌドンベレやばい、エンドンベレヌドンベレやばく、あとはバルベルデはシンプルに欲しい。というのもねこれまず写真がかっこよすぎるのと、最近もうバルベルデ無双中でライブアップで A はもちろん、まさかのねウィングストライカー中盤がね元 CMF の選手ですけど、ウィングのちょっと右ウィングバルベルデ使ってみたいよね、なんか結構強そう。中盤ではボックスがね普段だから B2B で使いたい感も満載だけど、バルベルデも当てに行きたいと思います。11回ガチャ即試合でもこのサイドウィングの方ができればかなりチームとしてもね助かるんだ。今週結構適性が
広い選手が多いので、リュカ・エルナンデスかもね、サイドバックとセンターバックできるんで、11回ガチャ即試合でも当てることができれば勝率が上がってくると。いやー、当てたいですね。あとはですね、まあ、ジェコあたりもターゲットマンとしてセンターフォワードね、当てることができればストライカーとしての力を示してくれるはずだ。ジェコ、ジェコ当たったらね、クロスから得点、カンセロからジェコみたいな、その形作れるよね。そしてダビド・ネレスはセンターフォワードできてウィング系、マティップはセンターバックなんで、そうだね、中盤のところはバルベルデできるんで、そこまでからウィングストライカー狙いつつ。いやー、でもね、今週ですね、もう完全にね、スパサブ・ソン・フンミンのになってたんで、スパサブ・ソン・フンミン絶対来ると思ってたからまさかのね、来週に持ち越しということで、じらしますね、コナミさん。いや、当てたいな、来週来るんですけど、スパサブ・ソン・フンミンメイン使用したいね。もう勝手にやっちゃうみたいなね、スパサブ・ソン・フンミン。途中出場から出してということで、今回は、こちらのヨーロピアンチャンピオン、ヨーロピアンクラブチャンピオンシップと FC バイエルン・ミュンヘン、こちらのエピックを1回、2回、1回、2回、1回、3回、1回という形で、これ多分11回なんで、やってきてます。1回、2回、1回、2回、1回、3回、1回ということで、まず1回目いこう。もう11回がじゃね、先週から復活した企画なんですけど、トレンドと混ぜて。めっちゃ緊張した。手汗がやばかったからね。ということで、ちょっと森保さん関連のね、本当に3日前見た夢の話しようと思うんですけど、まずね、自分が高校時代の監督が森保さんみたいな感じだったんですよね。その夢。まず、リュカ来ましたね。ちょっと、夢の話しようと思いますけど、ガチャの結果もね、気になって。リュカエルナンデスでかい。でかいですね。まずは、上位4選手総合値の1人目が来ました。リュカ。左サイドバックとセンターバックできるんで、そうね、企画においてもかなりやりやすい。あ、エピックで話しやすいね、エピックで。エピックのガチャのところで結構夢は中心的な話しますか。森保さんの、だからあれですよね、選手としてね、森保さんの元でやるということで、森保さんがあの合宿をやるということで、まあ、3日前ぐらいからね、話があるみたいな設定なんですけど、合宿場所がね、ダム、まさかのダムだったんですよね。あんまり合宿場所でダムやるってないと思うんだけど、ダムをね、合宿場所でやるということで、おー、ちょっと待って、ニャブリ、これ夢の話なかなかできないな。めっちゃでかいなってか、ニャブリ。バイエルンでかいなー。そうか、今回バイエルンエピックガチャだから、バイエルンの選手来ますよね、そりゃ。で、森保さんの合宿場所がダムということで、自分のお家からね、5時間ぐらいかけてダムの横に合宿所がある場所でやったんですけど、そこでね、今回あの練習というかミーティングだったりやるということで、まあ、ダムに行きました。で、ダムに行ってですね、だいたいね、どんくらい、3、4時間ぐらいね、まあ、森保さんが2時集合って言われて、でもこれ完全に夢の話なんでねまあそうか、皆さん分かってますね、それは分かってます。さすがに本当の話とはね、絶対思わないよね、こんな話。まあ、架空の完全に夢の話なんですけど、ダムで2時集合だ、14時ですね、午後の。でそっからだいたいですね、森保さん来たのは夕方の6時、4時間ぐらい遅れてきたんですよね。4時間ぐらい遅れてきて、で、僕らもね、もう、あ、森保さん来たみたいな。で、一言目、何発したと思いますか？どんな言葉をね、チームメートが20人ぐらいいたんですけど、何を送ったと思いますか？まずね、森保さん泣きながら入ってきてね、そう、号泣してました。ありがとうって言ったんですよね。ダムの合宿所で4時間遅れで、ありがとう。でね、帰りました、森保さん。その場から帰ったんですよね。いや、もうびっくりしてね、口がね、ワンピースとか、まあ、漫画とかでね、ルフィとか口あーんって上げる感じでね、アンクレ、トムとジェリーとか、口ガーンってね、ほんと顎外れるぐらいね、開けました。え、何があったんだと。合宿場所ダムで、4時間遅れからのありがとうで、もう帰っていく、それだけの一言で。で、こっからが衝撃なんですけど、ちょっと待ってくださいね。ちょっとこれもゆっくりちょっとやっていこう。ちょっと話しすぎてね、選手のところ完全に今、話してなかったけど、
エピックセンターバックだったよね。オッケー、ということでこれじゃ待って、センターバックでリュカエル、待って、センターバック揃ったじゃん。リュカと今の選手でね、オッケーで、ニャブリだよ、ニャブリ、そう、ニャブリ当たったから。さあ、ということでちょっと待ってくださいね、こっからまだまだやっていくよ、まだまだやっていくんだけど、これはジェコか、よーし、オッケー、ターゲットマン、これでサイドのさ、カンセロとか当たったらもうジェコ、カンセロからジェコで完成するじゃん。11回ガチャでね、最もやっぱり難しい部分は得点を取ることですから。あとやっぱ失点をね、しないということなんですけど。ジェコいりゃ、ゴールキックとかも競り勝ってくれるね、これ。完全に。はい、ということでちょっと夢の話の途中なんですが、ワンパン持ちもでかいね。足裏コントロールあるんで結構ドリブル数値以上に収めやすそう。そうで、森保さん の, あのダム、合宿場の話なんですけど、途中、そっから森保さんがもう帰っちゃったんですよね、4時間後には。4時間後っていうか、4時間後に来て、2時、6時ぐらいに来て、解散ってありがとうってなって、もう帰ったと思ったですね、もうみんなもね、家帰ったんですよ。家帰って、その、なんていうんですかね、LINE みたいな。そう、夢ではね、LINE だったかどうかはちょっと微妙なんですけど、そういう選手同士で、まあ、学校 の, そのサッカー部内での、サッカー部だったんですけど、サッカー部内での通信みたいな感じで、なんていうの、連絡を回す、そういうグループで、森保さんがね、塾開校したって来たんですよね、塾。塾ってなったんですね。塾って絶対、塾ってなるよね。塾を開校したらしいんですよね、その監督業を辞めて。で、その開校した塾が数学をメインにする、そう、数学塾みたいな感じで、数学をメインにした塾でね、僕もなんでか分かんないですけどね、そこに入塾したんですよね。結構ね、本当に長い夢で入塾して、で、その塾も、開校されて、森保さんが講師という形でいて、で、その授業一発目で結構ね、その部員たちいたんですよね。サッカー部でやってて、監督森保さんがその当時僕らの高校の監督で設定で、で、辞めた選手たちも森保さんの、ね、やっぱ信頼がね、あったんで、数学塾に行ってたんですよね。ちょっと待って、行ってたんですけど、誰当たった？ちょっとやばい、もう夢の話しすぎてね、誰が当たったかもう全く把握できてない。すいませんね、じゃあ生放送感覚で聞いていただくと思うんですけど、クラーセンか。クラーセンと一緒にクラーセン？はい、ということで、夢の話のね、続きもしていきたいんだけど、クラーセンは、いいですね、ワンパス、ルーパスで中盤、ヒールトリック持ち、2列目から飛び出し、いいね、いいね、ちょっとこれ、ちょっとメモっていいですか、ポジション、クラーセンが5つの、クラーセンいて、リュカと、あとセンターバック当たったよね、センターバックの名前把握できてないけど、センターバックが、レオナルド・バレルディ。バレルディで、この選手が、まんまくインターセプト。センターバックでね。もう揃ってるね、ここ、リューカーで。ニャブリいるでしょ。あ、で、ジェコ。いいね。4-5-1 とか、いい感じじゃないですか、今。これ多分、5回だよね。5回じゃない、6回か。あれ、もう1人いるか。週間1、2、5か、今。そうだね、1、2、1で、これでもう1回2のところで5回ですね、終わるということで、まあ、4-5-1がかなりいい感じだね。そうで、森保さんが塾開いてて、数学の塾。で、その授業の一発目が、まあ、結構ね、元、さっき話したサッカー部の、メンバーもその塾に入校したりしてて、入塾したり。でね、みんな、聞いてくれっていうことで、僕らもね、集中して聞いてたんですけど、童話だと。これまでの1年の流れが童話トリンコン元バルサだよね。トリンコン、オッケー、ウィングさん、あーだ、ニャブリと被ってるな。ニャブリって両ウィングできたっけ、右だった、左薄かった気がするが、あ、トリンコンがどっちもできるのは左利きだよね。トリンコンがね、でもどっちもできるのでかいな。ダブルタッチ、そう、この選手ドリブル系高いのでスキル豊富の、いやー、熱い暑いで、人はその童話の話だっていうことなんですよね。なんかグリム童話っていう、っていや、だからこれまでのその、まあ、サッカーのね練習だったりで、結局ダムでね、あんまサッカーの合宿する人いないと思うんですけど、
ダムに行って、でそこでもうありがとうって言って監督業を辞めて塾を開校するっていう、これが童話の流れだということでね、これからもよろしくお願いしますってことで、そこで夢が覚めたんですよね。いやーすごい夢だったね。汗だくでした。起きたらびっしょりもうシャツびっしょり。はい、ということでね、森保さんとの夢の話なんですけれども、これ完全に夢の話ですからね、現実ではないです。とんでもないね、すごいこう状況だったんですよ。いやー、ということでね、やっていきましょう。ということでじゃないよって思う方いるかもしれないですけど、トンマーザ・ポグバ、あ、ポグバ、ポペ、ポグバ、ポグバじゃないよ、ポペガね、ポペガ。ポペガってめっちゃ噛んじゃうな。この選手ね、結構強い。最初の方ね、障害者なんですけど、2列目からの飛び出しで、あのね、ミランのね、やっぱり若い選手で2列目からの飛び出し、この能力、使いやすいわけないわけないですよね。使いやすいってことです。使いやすいわけないわけないよね。最近日本語が難しいな。日本語難しいが。フィジコン、ボディコンもね、ボディコンもね、全然60代、50代とかそんな低くなく、フィジカルありつつスピシュンあって、バランス取れてんだよね、ワンパニ、チェイシング、エアバトル。強くね、足裏コントロール持ってて、結構推進力あると思う。かなりね、推進力ありそうな気がするので、うん。CMF、いいっすね。中盤がこれでいきつつ、いや、でも悪くないと思う、引き的には。かなりいいんじゃないか。1、2、1、2ときて、1ときて、ここで3ですね。そうだよね、1、2、1、2で、次がエピックの3だ。いや、この企画ね、ちょっと木曜日楽しみにしてるんですよね。また今週は完全にスーパーサブソンフンミンが来ると思ってたから、もうね、心の準備してました。スーパーサブソンフンミンを当てるんだと。当てるんだ、準備してましたが、うわー、ここね、できればエピックのところでね、星4号あたり当てときたいんですよね。これでさ、エピック来たらでかいけどね、バイルン。オリバー・カーン、リザラズ、ヘーネス。あのヘーネスがね、めっちゃルンメニゲに見える。ルンメニゲに見えて仕方ない。イヴァン・マルコ、あー、センターバック。どうしよう。うわー、どうしよう。これ、5バックいくか。左サイドバックもできますけど、結構今回ガチガチいいかもね。532とかあり。532とか全然あり。ニャブリー。ニャブリー次第なところもある。ニャブリー薄い適正で使うってなったら、もう全然532でもいい。ただこのさ、ヘーネスがね、もうルンメニゲ見えて仕方ないですよね。ルンメニゲ2人いるみたいな感じなんですよ、スカッと置いたら。めっちゃ似てるよね。最初一瞬ルンメニゲかと思ったもん。めっちゃルンメニゲに能力も似てる。スピード瞬発あって。ワンパー、ミドルライジングワンシュワンパはね、ルンメニゲ持ってないですけど、ミドルライジングチェイシングキャプテンシー闘争心ヘーネス、めっちゃルンメニゲな。ウィングで真ん中ルンメニゲの右ヘーネスみたいな、面白そうでね。キーパーがちょっと習慣で、まだあと習慣で、ね、1回残してるんですけど、キーパー当てときたいんだよな。よし、ということで、ここが、もう2回ですかね。いや、この3でね、できれば当てときたいんだよな。頼む。星4か5でバイエルン勢来たら激アツ。いやー、衝撃のね、夢の話でしたけど。うおう、いや、これ甘くないね。やっぱエピックガチャで、11回ガチャ即試合でエピックを当てるって相当難しいんですね。簡単じゃないよと。簡単じゃないぞと。アルバレス。DMF いいね。中盤 DM、 中盤の前の方はね、飛び出しと揃ってるんで、あー、これ本当に532実現しそう。532が実現しそうな予感がしてきた。でかいでかいぞ。ハードプレスはハードプレッシャーで守備もしつつ強いブロッカー持ちのワンパーマンマークインターセプト。オッケーオッケー、いいですね。めちゃくちゃ強いアルバレス。中盤でほんと潰し屋的な役割をこなしてほしいですね。多分これで223で4で7で、そうだね、最後のあっちで、だからこれラストですね。エピック、バイエルン。オリバー・カーン、ヘーネス、リザラズ。いや、この3人の誰か来たらそれはそれでめちゃくちゃ熱いんだが、
これやったらすごいけどね。お、う、ん？あ、未所属？これ何もないパターンか。星さん。さあ、さあ、ということでこれは誰ですか。ね、ポジション的にはどうだろう。中盤惜しいかな。インカピエ、レバークーゼン、センターバックセンターバック飽和してない？大丈夫？うわー、これだ、ジェコいるんでね。最後のトレンドはチャンピオンズリーグのやつね。あれはカンセル当てたいな。どうしようかな。左サイドバックとセンターバックできる。まあ、でも5バックでいけるかな。まだ余ってるかな。ちょっとブロッカー持ちでかい。ブロッカー持ちやばとる。184cm、19歳、若いね。まあ、でもディフェンスの心配はないよ、これ。もうディフェンスの心配はまるっきりない。ということで最後はちょっとアタッカーを当てたいっす。これでアタッカーを当てることができればね。そうだね、カンセル当てていたんですけど、サイドバック、センターバックがめちゃくちゃ揃ってきたんで、バルベルデかンドンベレ、エンドンベレだね。だね、そこだな。バルベルデ、ドンベレ、カンセロ、まあ、この辺り誰か欲しい。カンセロサイドハーフもできるんで。いやでもヌドンベレ、バルベルデが当たればね。バルベルデが右ウィングできるんで、ニャブリと被ってるな。ニャブリと被ってた、今思い出した。うわー、ちょっと待って、これ誰が一番いいんだ。誰が一番いいんだ。当たるとしたら誰が一番いいんだが、ただこの時点で星4なんで、バルベルデ絶対の可能性はないか。さあ、ということでラストは最後は誰でござんすか。あー、パウリーのセンターフォワード。あ、でもジェコとツートップでいいじゃん。いいね、いいね、いいね。狙いのバルベルデ、ドンベレ、カンセルは当たりませんでしたけど、ただですね、パウリーニョがこの選手センターでワンパン持ちだよね。リンクフォワード、まあ、ジェコと多分これ収めまくってくれでしょ。点取ってくれそうな気がする。よし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 、ワンパス、ルーパス、チェイシング OK。 コントロップ本当にシュートゲーに特化してる。さあ、ということで皆さん11回引き終わりました。 OKOK、 メンバー揃ったんで、こっからね、早速フォーメーション組んで。いやー、でもバルベルタってドンベルね、普通にメイン仕様のところで当てたかったけどね。これはもうサブアカに託すしかないですね。早速メンバーの方組んでいきたいと思います。いきましょう。はい、ということで皆さん組んでみました。ということでね、肝心なことをね、もう忘れてた。途中までちょっと話したと思うんですけど、ゴールキーパーがね、ゴールキーパーがいなかった。うわー、ということでこれだいぶまずい状況ですね。今回トレンドとかでもキーパー当たらなかったので、これ迷ったんですけど、今週ですね、ライブアップデートがね、ジェコ D なんですよね。でジェコといったらやっぱ高身長193センチなので、高身長を生かしたもうジェコしかね、キーパーやれる人いないんじゃないかってぐらいね、センターバックとかね結構揃ってるんで、あとほんとゴールキーパーのピースがないので、最初ね、ニャブリとかをゴールキーパーしようかなと思ってたんですけど、やっぱジェコ身長高いんで、後半もう本当に得点なかなか取れないってなったら、ジェコね、センターフォワード上げて、体力をね、キーパーで温存しといてみたいな、もうなんか、なんていうんですかね、スタメン版スーパーサブみたいな。あんま聞かないけど、スタメン版スーパーサブみたいな感じで、ニャブリとね、ポジションも入れ替えるみたいな形も作ろうと思うんですが、まずはちょっとジェコでいこうかな。前半は固く、身長の通り多分クロス上げられて、キャッチとかできなかったら終わりなんで、そうだね、その形で行きつつ、ポペが、クロアセンあたりの飛び出しを待って、このね、532の形でやっていこうかなと。トリンコンもね、前線で使いたかったんですけど、サイドとかでね。ただまあ、そうだね、5バック、センターバックのところね、結構余ってるんで、そこを使いたかったのと、ゴールキーパーがいないんで、5バックじゃないと多分もう守れないと思う。それではね、早速、このメンバーでね、やっていきますか。緊張してきたね。だからもうスタメン版スーパーサーみたいな感じで、ジェコはね、後半のセンターフォワード、まずね、スタミナ残しておいてほしい。で、ライブアップデートが D なんで、調子がね、不調とかなったらもうかなり厳しくなってくる。もうジェコだよね、これ。ほんとジェコにかかってますよ、すべて。あとはリュックレーンなんですが、真ん中にいるのは非常にありがたいということで、早速試合の方やっていきましょう。さあ、始まる決戦の時、11回ガチャ引いて当たった選手で即試合トレンドバージョンレディーゴー。あー、やっぱ予想通りジェコ不調いてますね、ライブアップ D から。ただ後半スタメン版スーパーサーみたいな感じで体力を有り余った、残り体力をね
残しまくったジェコを入れていく感じでいきましょう、センターフォワードに。でニャブリをゴールキーパーという形にしつつ、前半でねできれば点取りたいけど、いやーいけるか、みんな頑張ってくれ。チームスタイルレベルもねちょっと壊滅的にはなってきますけど、頑張ってくれ。さあお相手さんが、うわー強いな、強くね。しかもカンセル当ててる、トレンドの早速来たね、左サイドバックに。あーでファンバステンとレバンドフスキー、今週 A だよね、ライブアップデート。いやマジで頼んだ、行こう、お願いいたします。チェコがね今回の試合鍵を握ると思う。お願いします。さあパウリーニョ、ここいいね、マジ。いやーなんかオフサイドトラップみたいな感じなかった今。結構ライン上げてくるタイプ系男子かもしれない。いや前から行こう。さあこの辺前から行きたいが、うまそうですね、ワイツさん。さあ寄せていく、サンキュー、惜しい。アルバレスハードプレスなんで。さあポペが、ポペがね、ちょっとまずい、サンキュー。さあ縦当てて逆サイド、もう一回、ソンフンミン、ちょっとソンフンミンいるんだけど、お相手スパサブソンフンミンではないが、スタメンソンフンミンいる。いやソンフンミンね今週ガチで来るかと思った POTW、 ただ来週に持ち越しということで、おそらくね2週間連続のライブアップデートなんじゃない、同じのが継続されると思う。だから来週スパサブソンフンミン来て、もう絶対当てたいですね。今週はね運のところで言うとね、そんなに良くはなかったんで、だから来週に取っておくみたいな感じだよね。よし OK 取った、ポペが。さあでパウリーニョから、うーん結構ねドリブルタイプ系、まあ、ニャブリがねドリブルタイプ系といったタイプ系なんで頑張りたいですけど、さあワイツさんもねやっぱり簡単にやらせてくれないと思うんで、クラーセン、オッケー、裏開いた、サンキュー、ドリンコン、パウリーニョから裏、ニャブリ、うーん、いやあるよ。ただねこっちはね前半勝負じゃないですからね、ちょっとまずそもそもソンフンミにボールをね出させたくない、マジで終わると思う。ソンフンミに綺麗な形で持たれたら、ただお相手さんしっかりつないでいますが、カウンターが刺さる可能性もあると。こういうとこ来た、ナイスナイス、クラーセン、クラーセンの元で、クラーセン、クラーセン惜しいな。やっぱ2列目からの飛び出し持ってるからね、ガンガン飛び出してくるね。おーやばい、あーやばい、緊張してきた、緊張がやばいっすけど、負けられない。ピーター・シュマイケルな、キーパー強いよね。さあモドリッチからボールを奪いたい、ポペが、オッケー、結構このフォーメ強いな、てかサンキューと言いたいところですけどね、めっちゃ硬いんだよね。危ねえ危ねえ危ねえ、アルバレス、さあ上がってくれ、開いた、で逆買いたい、ナイス、この位置でボールを受けます、縦行くふりして、もう一個やめたい、硬いか、サンキュー、きたー、シュート打とう、これ打っちゃう、オッケーオッケーオッケー、もうねセグギで打っていきます、サンキュー、ディフェンスがいいよ。クラーセン、クラーセンフェイント、クラーセン、クラーセン来た、クラーセン決めろ、ダッオッケーオッケーオッケー、キックフェイント系で見せていく、ここねやっぱドリブル効いたね、そしてパス後、あそこのディフェンス硬かったけど、いやでもこれ後半まで保っていけばマジでジェコのあれ力があるんでいけるが、さあお相手さんは早速選手交代か、ここに来ていきなりもう采配を変えてくると。これ決めたらでかいんだけど、インパクトインパクト、ニャブリニャブリ決めろ、クラーセン、クラーセン、うーん、まずい、ナイディー、ちょっと守った方がいいよ、レバンドフスキは怖い、やばい、オッケー、なんか早送りみたいになってるが、オッケー、前半0-0、後半のね、60分ぐらいで出したいかな、ちょっとメンバーもね、多分スタミナとか結構きついとこあると思うんで、うん、60分ぐらいでジェコをセンターフォワードに上げます。ただね、ディフェンス陣がやっぱ5バックでかなり硬いんで、リカを中心に守れてるから、あとは
あとは点を決めるだけなんだと。前半終え0対0。行こう。行きましょう。そうそうとこの後半始まっています。集中集中。絶対に負けない。ソン・フンミン怖いけど。裏だ。大丈夫。先読み。上げてくる。やばい。危ねえ。ソン・フンミンにやらせるな。ナイス。さあ、イフト・フィネスキーから。オーケー。ボベが。硬いな。簡単にやらせてくれないと。サンキュー。ソン・フンミンからボール取っていく。でもワイツさん硬いよねこの辺。どうしよう。キックフィンドとかをねやっぱ入れていかないと多分勝てないんで。アルバレス。クラーセン。縦。そこでねしっかり読まれてんだよな。ソン・フンミン当たり行こう。ナイス。まずい。やいディフェンスがねめっちゃいい。お互いマジ硬い。ニャブリドリブル。ここ来た。ニャブリキックフィント。もう一個。あーやりすぎた。やりすぎたがまだある。はい。うわー無理かー。入れていこう。これ入れていこう。うわーニャブリんとこもう一個普通に打ってよかったか。さあ変えていきます。ここでねジェコ入れる。我らのエーススタメン版スーパーサブでいくぜ。ここがマジでプレス早い。最も今乗っている選手です。よしよしよし。とりあえずとりあえずジェコ入れよう。うわイエローか。オッケーアルバイスナイス。ハートプレスでねソン・フンミンにやらせないと。やっぱ今週はマジスパサブソン・フンミンが一番怖いんで。お相手さんスタミナで使ってましたけどライブアップで A で多分来週もねライブアップで継続されると思うからね。ジェコ体力ほら見てください。あり余ってんだよね。ここで入れていくぜ。スタメン版スーパーサブジェコ。いやー怖い怖いけど俺たちは絶対に諦めないんだ。サンキュー。やばい大丈夫。よっしゃー。このマッチアップ1点取られたらねマジで終わりだと思う。ガチガチに終わっていくと思うからこれをしのいでジェコで点を取る。これが流れスタメン版スーパーサブ。さあでボックンゲーム式コーナーキックカウンターの配置よし。配置よしからの寄せよ寄せよ。よし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 。いやーシュートだとヒヤヒヤするね。ゴールキーパーがね本適正じゃないんで。ニャブリがねしっかり守ってますけどシュートはもう絶対打たれたくない。コーナーが一番怖い。これをねこのね弾きたいけど。おニャブリナイス。やばいやらせるな。オッケーよしジェコジェコに出したい。守れ集中。はいオッケー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 。ちょっともうニャブリナイスキー。ガチで怖い。怖すぎるマジマジ状態。さあショートコーナーはしてこないよね多分。止めろ。うわーやられたー。これはクライフを止めることができなかったか。ただ試合は終わってないですよ皆さん。さあジェコがいる限り、ワンパは難しいか。落ち着いて決めてきましたよね。タイミングもバッチリでしたし見事な。オッケーオッケーラッキー。ジェコに当てるぞ。ジェコに全てをジェコに当てるとワンタッチ。さあ行こうトリンコン。残り時間少ない中で精神的な余裕が出ますよね。来たサイドクラーセンからパウリーのヒール。もう一個いけジェコジェコ。よっしゃ来たスタメン版スーパーサブの男。これがジェコ。この一発勝負でね。いやマジでジェコ神。やばいってそれ。これはやばい。ナイスディフェンス噛みってる。さあこっちからパウリーニョ勝てないかな。ジェゴサンキュ
事故がね、なんかめっちゃ収まるんですよね。さあ来た、ジェコ、ジェコナイスナイディ。いやー、この試合も前回同様引き分か。これ毎週11回ガチャやってますが、今週もいや、まだあるか。いやー、ファウルだそれ、やばい。これファウル大丈夫、アルバレスレッドがない。いやー、でもジェコがね助けてくれたね。負けかなと思ったけど、スパサブ版ジェコやってくれた。この試合持ち越しか、これ。いや、てかまだ試合終わってないよ。いや、終わってないよ。みんな守れ、ナイス。まだ試合終わってない。引き分け、勝利ならなかったけど、ジェコがねスタメン版スーパーサブでやってきましたね。ゴールキーパーからのフォワード、もう稲妻イレブンでいうとデザームみたいな感じですよね。エイリア学園のグングニルだ、ドリルスマッシャーからのグングニルみたいな。いやー、ということでね、ちょっと今回もですね勝利はならなかったんですけど、ただね、トレンドジェコがやってくれました。自ら展開して最後ワンタッチシュート。ただね、来週おそらくねスーパーサブソンフンミンが来ると思うからね、11回ガチャ即試合はそこでまたちょっと頑張りたいですね。スパサブソンフンミンを当てるために今回はね、まあガチャ運のところもね、前回レバンドスキだったんで結構もう運のところね、がっつり使っちゃったんで、また来週に溜め込んでおこうと思います。いやー、ということで、今回はジェコ頑張ってくれた。そしてね、11人全員の力、ニャブリもね、ここ本当に止めてくれましたね。ソンフンミンがめちゃくちゃ怖かったけど、ライブアップでソンフンミンの怖さ異常だからね。ということで、今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。まあ、今回ね、だいぶのんびりな感じのね、トークメインというか、試合のところは11回ガチャ即試合で、結構編集なしのね、ゆっくりな生放送みたいな感じの動画でしたけど、また来週も頑張っていこうと思うんで、ぜひ皆さんよければコメント、高評価よろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。今回皆さんご視聴ありがとうございました。来週ソンフンミン待ってるぜ。